ベンクトゥシャール灯台は、フィンランドのファンコから2 5トル南西にある、諸島海にある灯台。灯台は1906年に、ベンクトゥシャールというスケリーに建てられた。東高は4 6ル東下標高は5 2ルであり、北欧の灯台としては最も東下標高の高い、ものである。夜のベンクトゥシャール灯台、2013年撮影。 東大の建設計画は立てられて久しいが、1905年に蒸気船のヘルシングフォルスがリューベックからヘルシンキへ航行する途中でベンクトゥシャール近辺で座礁。船員数人が溺死する事故が起きると、東大の建設に緊急性があるとして、計画は急ピッチで進められ、東大は翌年に竣工した。継続戦争中の1941年。 ハンコに駐留していたソビート連邦の部隊がベンクトゥシャールに上陸して東台を破壊しようとしたが失敗した。現在ではベンクトゥシャール東台が人気な観光地になり、年間の観光客の人数は1万3000から1万5000となっている。また博物館と小さなホテルが経営されており、花崗岩製のフィンランドサウナもある。ありがとうございます。